どうもー、影庵です。今日は2021年4月14日水曜日、水曜日の空、これは曇り、でもちょっとね、こう晴れ間というか光も見えるんですけども、一応曇りということで、さあ水曜日ですね。水曜日は僕にとってはこう気持ちがこう軽くなるというか楽になる日ですね。というのは明日が木曜日なんで、休みなんでですね、今日はやっぱ休日前っていうのはやっぱちょっと嬉しいですよね。嬉しい日になって、今日まあ水曜日と木曜日だけは、お酒が飲めるということなんで、あ、間違えましたね、こっちでした、ね、これですね、太陽の光がねこう当たるようにするためにですね、この場所にあると。最近この辺のとこにあるかな。で、まあ土にこう栄養を与えてるんで、またいい感じかなと思います。ちょっとこう、なかなかいい感じですね。これがもうちょっとですね、倍近くになった時にこう刈り取るということですね、まあまあこの辺とか大きい感じはありますけどね、まあもうちょっとしたら、刈り取って食べたいというところで、山中食べれるということですね。ほんであとちょっと時間があればですね、プランターはまだ空いてるんでですね、もう一種類ぐらい野菜をこう買って、植えたいかなというふうに考えてます。まあそれはですね、このプランターはこれですね、このプランターですね、このプランターがもう空いてるんでね、いやもったいないということもありますし、ちょっと育てていってどうなるかなっていうのもあるし、何を育てるのがいいのかちょっと自分のところ分かんないですけども、まあ簡単にね育ちやすいものをこうここに植えたいなというふうに考えております。ということで、今日も張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。